バカだよ。それ別にいいんだよ。使った話じゃないですか。映画貧乏な。まあ、なるほど。うん。映画をやってる会社でそんなところに。ありがとうございます。どうですか。もう来ますよ。お。ありがとうございます。なんか上品な。そう。割烹みたいな感じです。ほら、だって俺、大山にはさ、ほら、いつもここで食べるの、ほら、焼きそばだったから、茶色、これ茶色かと思ったら。茶色しかないよ。でほら、ちょっとこれ上品じゃないですか。そうですね。確かに。女の子連れて行く。現地で上達じゃなくて、こっちから。これ、ちゃんと待ってみてください。そうですか、監督ですか。監督です。監督です。二人監督です。そうなんだ。たまたまのね、お会いしたことなかったんで、いつもマスターから聞いてて、すごい方いらっしゃって。本当で、俺も尊敬するんですよ。そうなんだ。いや、あの、僕は現場の方の監督だったんで。現場監督。そうなんだよ。じゃあ、この間と一緒になる。現場の。5時前に大体仕事を終えて、もう、やって手洗って。そうなんですよ。すがピシュってこれ。送りで飛ばして。あ、そうなんだ。でもどうもう太陽落ちちゃうとね、作業できないから。そうですね。残業代が高い。残業代、まあ、残業代まだ出ないよ。いや、人足の残業代払う。そうですね。まだ広げる。投稿機のね、電気代がバカになんない。それが、あれですからね、ゼネのね、こういう代が高いんですよ。そう、全部ね、石油上がってますからね。ジェネレーターの。ゼネ、すみません、ゼネレーターです。ゼネっていう。なんでも短くし。ありがとうございます。いつも来てると、いつ来てんだろう。まさに今日ですよ。ナウですね。あ、もう本当ナウですよ。本当。いや、よかった。まあ同じ。シザすごいですね。土壌の油揚げ。ウィズ納豆。これはもう正しい土壌スタイル。正しい。土壌フガスタイル。でもこれがどっか飲み行くんですよね。これが三上屋さんとか行こうかな。三上屋あるんですけど、ここすげえ焼き鳥美味しいんですよ。多分ね。待ってね、もうはい、先行こう。まあまあ、この時間だったらまだ行ける、2人ぐらい。そんな感じのお店。もう大体、もう正統派じゃないお店しかない。いや、わかんない。どっちが正統派かわかんない。正統派ですよ。じゃない。大体、俺、立って飲むとか。正統派、三上屋。昼からやってたりとか、立って飲んだりとかっていう、そういうところ、本当、なんかね。なんか適当に回ってるだけなんで、でもそれでもその大山素晴らしいんですよ。素晴らしいですね。ありがたいですね。そう言ってね、言ってるね。皆さん大山。もう私子供の頃から。ああ。彼が今船橋で。今船橋で。今ちょっと無理くり。船橋どうやって帰る？いやまだ考えてないんですけど。池袋経由とか。はい、そうですね。はい。大変ですね。いや、でも来てよかったです。これは本当にいいお店。すみません、3時からやってなくて。迷ったらここだっていうね。そうすると本当に。3時くらいから飲んでる。今日3時から。大山で？ええ。どこか？ええ、チャッカマン。あ、チャッカマン。あ、ゾウリ。チャッカマン。ええ。6名行けなかった。6人やってなくて、でもその後行ったらやってて。あ、そうですね。で、顔出したんですか？結構に、もう黄金コース。黄金コース。黄金コース。